お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、格上狩りをやっていきたいと思います。さあ、僕はね、格上狩りをやったことない、多分動画でやるのは初だと思うんですけど、格下狩りはね、はい、まあ何回かあるんですが、どうやって、ね、やっていくかって言いますと、アカウントはね、このラットでやっていきたいと思います。というのもですね、こちらね、レベル14がやっぱここ最近ね、解禁されたと思うんですけど、僕ね、何枚かやっぱレベル14になったんですけど、14にするのにね、まあカードのね、枚数も必要ですし、あとね、10万ゴールドいるんですよね。そう、乾燥するのに10万ゴールドいるから、まあゴールドもね、もう足んないよっていうので、こう、乾燥してないカードが何枚かあります。さっき数えてたんですよね。あと53枚ぐらいかな。はい、あと53枚ほど乾燥してないカードがあるので、まあ今日ねこの14以外の13ですね、13レベルのこのカードを使って、ちょっとねマルチやっていきたいと思います。でそれでなんですけど、僕がね最近使ったこうなんだろうな、ロイジャイデッキとか、まあなんかよく使うカードはねあげました時代なんで、言ったらこの13ってもう残り物しかないんですよ。そう、なので結構ねむずいですよね。そう、13だけでってなった時に、これよく見てもらえればわかるんですけど、むずいです。スペルも、なんとね、ミラーと、クエイクとロケットとかしかなくて、なんか主軸っていう主軸もね、まじ、ラバーはあるけど、ディガーもバルーンもないとか、ね、なんかスペルもなんもないし、みたいな。で、ランバーあるけど、バルーンもね、使えないし、みたいな感じで、結構ね、デッキ組むのすげえ大変だなと思ったんですけど、私ね、先ほど考えて、3つほどね、デッキ組みました。こちらですね。まあ、迫撃のスケバレとロケで削るであったりだとか、まあ、三死ね。まあ、13はね、ファイボーでね、ワンパンされちゃうんですけど、ほんともう3、4年前とかね、僕30死完走してなくても、もう世界トップね、はい、行ってこう、有名になったりとかもしましたので、こちら三死。あとはま、枯渇デッキ。まあ、さっき、最初のね、迫撃枯渇ちょっと似てるんですけど、まあ、みたいなちょっと考えましたので、まあ、この辺使ってね、ちょっと格上狩り。まあ、一生できたらいい方じゃないかなっていうので、今日やっていきたいと思います。さあ、まずはねこちら迫撃スケバレからやっていきたいと思います。まあ現在ね67で2000円ですね。さあ、今日はねちょっと皆さんが普段ね、受けてる痛みと言いますか、苦しんでると思うんですよ、格上ね。まあタワーレビューではちょっと14ならまた申し訳ないんですけど、さすがにそこはねちょっと調整できなかったんで、ちょっと皆さんの痛みをね今日僕味わいたいと思います。おー、待って、なんで同レビューやねん、おい。ちょっと待って、格上狩りやった時にね、こういう時に限ってさ、まさかの13レベルが来た。さあ、まあ回転早い。あとはまあ最悪これはね、ロケ削れができるので。いやー、あー、いや、あれはロケ撃つか。さすがに撃たなくてよかったかな。逆サイスキバルとかでもよかった気もするけど。さあ、撃っていこう。まあ、ダクネコウモリ、ゴレっぽいキラー。あー、これジャイスキラだ。これやばいっすね。さあ、ジャイスキラだと思います。ダクネボーラーの矢行きとかだと思うんですよ。だから、俺のこのね、アーチャーとかね、ボコボコにされちゃうんですよね。多分だね。さあ、これやばいね。これやばいよね。なんでこんなの？しかも俺このデッキさ、このデッキというか今回ね、スペルがないので、ウッド系がないんですよ。ウッド系がないので、すべていかれちゃう。すべていかれるものの、意外と耐えてる。さあ、しかも相手はね、ヤナム使ったので、まあ、13レベルの痛みはね、今んとこまあそんなわかんないけど、なんで君もボーラー13やねんっていう。ちょっと待って、俺のこの、今日の企画がやられてしまうんだけど。さあ、で、積極的にちょっと攻めていこうかな。やっぱジャイスキラでヤナム打たれるだけで苦しいんじゃない？僕は。それだけでやっぱしんどいので、さあ、しっかり攻めていこう。攻めて、やっぱペースを握っていきたいね。でウッドない分はやっぱ LSP とかでね、しっかりなんかカバーできるといいかなとは思う。思うさ。で、ボーラーこれ、同レベルだからね、死なないんだよね。奇跡。あー、で、ヤナメね、取ってくよと。さあ、これはですね、ジャイをできるだけ早めにどかさないといけないね。まあ、ジャイスキャラって打たれた瞬間にやっぱ相手もね、コストやっぱちょっとないターンが来るので、その間にね、ちょっとアーチャーでスキャラ守りながらとか。あとはこれ2周目とかね。ゴリゴリ回して、あとは端前これ止めてもいいかもね、ぶっちゃけ。さあ、端前止めてこう。端前止めて、ここで、よしよし、溶かすんですよ。で、ヤナム打ったから、アーチャーね。いや、OKOK。で、スケバルも飛ばして、よしよしよし、これはあるぞ、いいぞ、いいぞ。で、いいよ、守れる、守れる。いや、でも、意外と J が溶けんな。ないと13頑張れ。で、問題はね、これ、攻めだな。相手のこのボーリーがね、やっぱしんどいですからね、僕は。あのボーラーにロケットとか打ちたくなっちゃうけど、さすがにヤンキーか。さあ、ヤナム打ってくる。いや、コウモリが、コウモリ待って、やばい、コウモリやばい。
ちょっとやばい。いやー、これやっちゃったかな。いや、言うて、相手、これ早く溶かします。早く溶かしたい。で、LSP、ちょっと早いかもしれないけどさ、出してあげて、さ、頑張って。いやー、頑張れないか。いや、頑張れないよね。これ多分14レベルでもきつかったもんね。まあ、このね、13レベルしかないっていうので、そしてジャインはなかなか解けないっていうので、ちょっとしんどかったっすね。まあまあ、ちょっと。もう一回でもこのデッキ使いたいな。このデッキちょっといいな。他のものちょっと使って、どれがいいかな。どれかちょっと勝つのでやりたいな。ちょっと次3死でいきましょう。さあよろしく。まあ3死13とかでもね、別に相手が5持ってなかったら、なんなら関係ないですからね。さあ、とりあえずエリポン、うわ、ボーラー多いな。ね。ボーラーが流行り？謎に。いやさあ、ボーラー、ランバー、タラボーってことはもうバルーンですね。バルーンフリーズ確定なので、まあ、エリポンは生きていくよね。さあ、エリポンは生きていくし、なんならね、こう今相手陸域がないですから、結構熱いんじゃない？エリババとかもね。さあ、でも13のアイゴレ弱いな。13アイゴレ弱いね。さあ、ここで、アシマインドラが来ましたね。いや、エリポン来てるけどな。いや、これはさすがに美味しい。フリーズ打つコストないでしょ。普通の人は。普通の人はね、フリーズ打てないんですよ。いや、そうなんですよね。オッケーオッケー。いやー、ちょっとスケが。すげえ早くしちゃったな。でもここは美味しい。相手がフリーズデッキで主軸のね、バルーンを使ったと。なので、エリポン置いて、いや、勝てそうだな、これ。勝てそうだよね。なんなら相性もまあ悪くは、めちゃくちゃ悪いかって言われたらそうではないと思うんですよね。そう、なんなら、同レベル、ユニレベル一緒だったら相性いいと思う。いいはず、いい方ではあると思う。まあでも、このね、このなんか、ハンターじゃない。ランバーブビタルとか、こういう SM も普通に厄介。さあ、頑張って。いや、なかなか解けないね。負けちゃうんだね。さあ、で、まあ、相手は、バルーン飛ばしたいでしょうね、今。でも、ランバー使ってるから、飛ばしてきたら取って、みたいな。さあ。いや、これ3子展開していい気がすんな。で、相手がボーラーとか出して逆サイに攻めてあげよう。僕のこのね、最近のちょっとお気に入りスタンプ、この矢の飴これめっちゃ可愛くないですか？なんか、ちょっとお気に入りなんですよね。さあ、いや、相手は苦しいよ。苦しいよ。14連目だよ、君。いや、これでもさ、格上に勝つみたいなさ、この感覚というか久しぶりだね。え、てか3子さ、弱っ。びっくりしたんだけど、思った以上にさ、ね、解けるの早っていう。さあ、取るね。あれ相手なんか苦しそうですね。フリーズからのもう一枚。ってことはコストね、今9使いました。さあ、俺の手のひらでね、転がされるんだ、君が。さあ、視点回。いやー、美味しいな。まあ、攻め取るね、ワンチャンぐらいあるけど。いやー、うまいですね。いや、でもそれはうまい。うまいし、これが思った以上ダメージ受けちゃうっていうね。いや、これやばいね。普段こんな受けないもん、絶対ダメージ。さあ、で、タルバを割いてたね。フリーズからかな。いや、きつそうだな、相手。相手めっちゃきつそうだな。しかもこれヒースピに一瞬たぎっからさ、熱いよね。さあ、もうイケイケ三子展開の流れでいいんじゃない？最後バルーンをちょっと警戒しながらね。もう一回リポビ行きたいね。いや、いいアイゴレだ。いや、これデリババ行ってからの、どっちか向上ですね。いや、これ勝ったんじゃない？さすがに勝ったよね。いやー、このヒースピ世界一下手。スケヒースピ世界一下手なんだけど。なんか3子13思ってる解けるの早いけど、さあ、フィニッシュ！オッケーオッケーオッケー。相手ね、なんかすげえスタップ打ってきてたんですけどね。さあ、ナイスー！いや、でかいね。まだ1勝と。さあ、続いて、このね、枯渇。ウッドとか欲しいね。雪玉とか欲しい。まあ、エリババがね、意外と今活躍してたんで、まあ、ちょっとね、エリババムートで、はい、行きたいと思います。いやー、懐かしいね。この感覚ね。この感覚やばいな。久しく味わってなかったっすからね、本当に。3、4年ぶりの感覚ね。ユニリベ足んない。さすがにこれはローキュート。で、オーブン一発ぐらい共有しようかな。2ヤード取られてるんでね。置かれてから6打ってるんで、2.5 ヤードぐらい取られてるんで。さあ、オーブン、ホバー。これやばいな。ホバーやだよね。小屋っぽいさ、プリンと、さ、マザネクとかもいそうだね。まあ、でも、まあなんか、積極的に攻めていくのは大事な気がするな。ひよったらやばいよね。
あー、マザネコもね、まあ、いるよね、そりゃいないわけがないよねっていう話だよね。で、この小屋のダメージはまあしょうがないね。うん、もう許容するしかなくて、あとメガナイトなのか相手どんな方なのかっていうところなんだよね。相手のデッキがそう、どんな方の小屋小屋かって。で、ムートだったら、まあ、ムートメガナイトとムートエリババの形があるんですよね。さあ、どっちなのかっていう話。いやー、それマジ世界一嫌いだな、小屋。好きだし嫌いわがままスタイル。さあ、で、相手の攻めてくる、やっぱ逆サイドを攻めたいよね。マザネクとかね、来ちゃうんで。さあ、ハシマムートぐらい行ってもいいんじゃないか、これ。いや、やりすぎか。タルがあるね。さあ、これ、攻めたいね。アウトローを強気がするのは、メガナイトなのか、エリババなのかっていうとこ、マジで大事なんですよね。相手の、もう一枚が。メガナイトだったらまだちょっと変わるんだけど、エリババとかだったら、あ、これは行っていい気がするな。蓋してあげて、ファイブを回ってないんじゃない？いやー、しかもメガナイトではなさそうだな。メガナイトだったら踏んできそうだけど。で、この地道に入ってんだよね。いや、でも、ガール地味高なんで、ね、火力。で、さ、あとはプリンとか吹き矢でね、やっぱファイスミのダメージを抑えていきたいよね。で、ロッケも打ちたいんだけど、まあ、あそこにね、やっぱオーブン置いてると。相手もね、小屋どっちか後ろに置かないといけないんで、まあ、そうなってくるといいよね。あれですね。で、しっかり吹き矢とか出して、こっち大丈夫かな。よしよし、耐えていこう。耐えたいね、マジで。俺はね、耐える。いや、吹き矢弱っ。ちょっと待って。弱すぎんか、今。びっくりしたんだけど、吹き矢。びっくりするぐらい弱かったし。これちょっとファイブ来そうだな。そっちに来るか。いや、待って、アウトで弱い。待って、しかもファイブ縛ってる。でかい。いや、待って。弱いな。待って。ムート。いや、これ、やばいね。格上こやこやにさ、処される気分ってこんな感覚なんだよね。一番味わいたくなかったよね、これ。さあ、ちょっとやばい。ギリ間に合ってるんだけど。小屋やばいね、みんなこれ。え？こんなん毎日受けたらもう、クララやりなっちゃう、マジで。いや、でも、いやー、問題よな。出しにくいんだよな。あと、デッキのね、この形がね、ちょっとね、いびつっていうのもね、ちょっとだけ辛い。いや、いいファイブだ。いいファイブだけど、俺にあんま関係ない。よいしょ。いや、なんかワンチャンありそうだね。ね、これ、たるき来ねえかな。延命したいな。あ、延命とかないんだ。なるほど。ちょっと待って。やばい。延命とかなかったね。いや、でも待って、マジでさ、ワンチャンありそうじゃない。さ、プリンこれ、マジで大事。あと、アウトローか。やばい、待って、やばい。なんもない。やばい、溶けるの早いんだって、アウトローちゃんじゃねえな、ムーとか。いや、これやばいな。これマジかよ。これやばいな、これ。やばい、もう勝てる気しなかったもんね。いや、ちょっと待ってくれよ。やばいな。まあ、負けて、勝って負けたか。ちょっとこれリベンジしたいね。これ負け越して俺のちょっと嫌なので、もう一回行こう。これなんかね、相性がただ悪かっただけな気がしてるんですよ、僕はね。さあ、いや、リベンジマッチ。矢の雨じゃなかったら余裕で勝てそう、なんなら。まあ、あとは迫撃で通んないと思ったらね、イモるのも大事だけど。おい、ちょっと待ってくれ。精神。俺、クラロはやめさせられようとしてる？これ、もしかして。これ、やばい？俺、なんか。こんな小屋小屋と当たる？俺、最近の動画さ、マジでめっちゃ小屋小屋と当たるんだよね。やばい。なんか、タワー14なのに、タワーも弱く感じてきてない。来たね、なんか。マジかよ。待て。おかしいじゃろ、さすがに。ちょっと待ってくれよ。本当にちょっと待ってほしいな。しかもこれ、ゴールドにね。いや、これ金起動しないやつね。しかも、あ、やばいこれ。ちょっと待ってこれ。やばいわ。ちょっと待って。笑えない。笑えないし、勝てないし、ちょっと待ってくれ。これルート強制して、スケバレの、これ今、タル咲いてるんですよ。あなたこれ、辛いんちゃうん言うて。おい、マザネコ当たり目に入っとるやないかい。しっかり小屋小屋やないかい。あー、いや、終わったっすね、これ。あ、待って、俺、これどうしよう。これなんかあれか？
小屋小屋やばいな最近。俺動画で毎日当たってない、なんか。いやーこれ無理だな、ちょっと。こういう日もあるね。ちょっと切り替えて、ちょっと、次の試合行こうか。うん。単純にね、しんどい。単純にしんどい。はい。いやー、格上ね、みんな。苦しいね。これやばいね。やばい。いかれる。さあ、ちょっと負けて終わるのちょっと本当になんか嫌なので、ちょっと勝ちたいね。小屋はやめてくれ。うん。小屋多いんだ、さすがに。あと、俺の組んだデッキ上ね、ゴールドナイトとかもまあ単純にね、まあデッキの組み方が悪いっていうのもちょっとあるかもしれないんですけど、ちょっときちいな。全部ゴルナイの突進で解けちゃうよね。そう、ナイトもなんか単体でボコボコにされそうだしね。さあ、ゴブリン14。まあ。ここはキングがね、僕、重要なんで、そんな関係はないですけど、さ、おう、ガゴホグ、LSP、一発、いや、これナイトぐらい出すか。ホグフリーですね。いやー、なんかフリーズアップが決まっちゃったね、綺麗に。痛い。さ、ホグフリーだ。ホグフリー、これプリンとかのやつかな。いや、これは、まあ、ザップだから頑張りたい。ところでは、あと防衛発撃して、まあ、ガゴは、まあ、なんかどうにかね、処理して。これ、相手がラバとかだったらな、めっちゃ相性いいんだな、このデッキ多分。ポケホアーチ相手っていう。まあ、そんな気がする。さあ、ボンが置いていい気がしたな。逆サイホグ来ても、いや、よくねえか。これ、やばいのかな。フリーズでボコられる、もしかして。いや、フリーズ打ちたくないよね、相手も。さあ、オッケー。で、スケパルト。まあ、僕はプリンが嫌だけど、相手はこれだってロキホーとかもいろいろ嫌だしね。いや、いいよ。ザップか。まあ。いや、これはね、攻め吐く禁止です。はい。攻め吐くしたら、やっぱ逆サイホグされて、フリーズ打たれてるの絶対入っちゃうんで、さあ、ばあちゃんスタンプだ。あとはミニペも一応警戒しないといけない。で、ガゴがね、やっぱ毎回後ろにいるよね。あれ、ロッキー打ちたいな。打ちたいけどな。序盤だからやばい気もする。あ、ロッキー金起動か。いや、それはありがたい。なんならできないんじゃないそれ。あ、ちゃんとね。で、俺の LSP 届かないんでね。さあ。タワー、ユニレベ的なやつでね。さあさあさあ。いや、それは、おいしい。で、あとはプリンだね。このプリンだね。なんならスケバレは飛ばし毒ではあるんだけど。まあ、ロケ削り。オッケー。ザップをね、あっちに打ってる。いや、これは勝った。これは勝ったはず。で、プリン。いや、オッケー。プリンを処理してね。え、プリンがやばい。プリンが、待って。プリンがやばい。あー、ちょっくらしよし。ちょっと待って、マジでやばい。プリンがやばい。プリンがね、迫撃砲耐えちゃう。そんなことある、マジ。さあ。しかし、隅っこ出すけど、これをザップでいかれるんだよね、多分。そうなんだよね。そう、これがね、ちょっとやばい。やばいところ。で、ミニピック足前とかワンチャンある。で、まあ、スケバレ飛ばして、OK、スケバレこれだって落下ダメージ入るもんね。相手からしたら、これ落下ダメージ痛いよね。で、ドックのタイミングがやっぱね、フリーズ来そうなんでね、ちょっと警戒して。さあ、スケバレー。いやー、最後ロケは打てる。最後ロケは打ってるけど、相手も絶対狙ってるからね、ずっと。フリーズ。こういうとこね。いや、怖えー。なんか、いつもよりめっちゃ緊張感があるわ、なんか。で、フリーズザップでね、溶かされるんですよね、この。で、フリーズザップで削ってきてるんですよ、相手は。やばい。いや、相手なんか、ちょっとうめえな、その受け。いやー、でもそれやれるのはでかい。え、相手落ちた。あ、落ちた。やっぱ落ちたとか思っちゃった。落ちてない。全然落ちてない。余裕で起きてる。ゴリ起きてる。いや、ゴリ大きい。さあ、ちょっとやばいぞ。ホグこれ一発入っちゃうな。一発なら大丈夫だよ。
一発やろだって。一発やろ、何二発入ってんの、怒るよ俺。やろけ、さすがに打とうこれは。で今回に関してはさすがに、いやこれでホーク逆転来たらやばいな。いやこのゴブリンのね追加がさっきからちょっと怖い。いやこれザップ、いやこのスケ耐えて耐えて、17秒。いや俺このゴブリンとかきちんとバレた、やばい、ザップ使った。いやフリーズ打たれる、やばいやばい、あった危ない。さあローキュー打とう、ローキュー打とう、ローキュー打とう、ロケ打って打って打って、勝ちたい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 、勝った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 、いやでかい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 、いやこれやば、怖怖すぎるな。なんかねえ、ユニットのこの普段だったら倒せてるか倒せないとか、思ったよりナイトが簡単に突破されちゃうとかね、うわいつもないこの感じがまあたまらんすね。でも楽しいねクラロは。いやーまあというわけでね、すげえ小屋小屋にしばかれたね。小屋小屋こんな多いクラロは嫌っすね。まあでもなんか久々にこの格闘をね味わえてなんか楽しかったですね。もう同レベルで戦えることになんかねありがたみをちょっと感じましたね。はい、というわけでまあ次はまあさすがにやんない、もう格闘がれたらあんまやんないと思うんですけど、まあ、もしかしたらまあ別アカウント作って、まあ、タワーレベルもね13でとか、まあ、格上がりもね、まあ、やってみるのもありかなと思うので、まあ、よければねなんかどうですとか、なんかこのレベルの見たいですとかあればコメントぜひよろしくお願いします。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。